港南駅は大韓民国ソウル特別市港南区と随走区に半分ずつまたがるソウル交通公社2号線とアラボン当線の駅。ホーム階は地下2階で相対式ホーム2面2線を有する地下駅。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札街は地下1階にあり、地下商店街と一体化している。改札口は駅3よりと、 中央付近と京大寄りの3箇所がある。化粧室は、駅3寄りの改札内及び改札外に1箇所ずつ、ある。エレベーター完備。出入口は1番2番と7番から12番まである。アラボン・当線開通前までは1番から8番まであったが、アラボン・当線開通後は3の8番出入口の番号が、7から12番にずれ4箇所増設された。 乗り場案内状の乗り場番号は設定されていない。改札口ホームホーム階は地下4階で相対式ホーム2面2線を有する地下駅。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。ホームの壁面にはナ南スタイルをモチーフにした絵画が設置されている。改札街は地下3階で、改札口は北側と南側の2カ所あり。 北側の改札口には2号線への乗り換え改札もある。南側の改札口は上下ホーム別々に設置されている。地下1階は地下商店街となっている。エレベーター完備。出入り口は3番から6番まである。乗り場案内状の乗り場番号は設定されていない。ホーム周辺の流動人口が多い性質上、当駅は韓国の地下鉄、都市鉄道の駅の中で、 最も上高人員の多い駅である。日本の地下鉄の駅では、東京の豊洲駅、大阪の淀谷橋駅に匹敵する。ただし、駅の北側を通る9号線の延伸もあり、近年では利用者の増加がやや抑えられている。近年の1日平均利用人員推移は、下記の通り。2号線の駅は、港南王子とテヘランドの交わる、港南駅交差点の真下に位置し、アラボン。 当線の駅は2号線の駅の南側に位置する。駅付近は江南エリアの中心でもあり、江南駅周辺の証券はミョンドンと並んでソウルの二大繁華街として知られている。ありがとうございます。